ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回は、フリーダムガンダムの、腰の部分のパーツを制作したいと思います。今こちらにはフリーダムの、腰の部分のパーツを切り出してるんですけれども、普通のガンダムですね、ガンダムタイプの、ガンプラと比べて腰のパーツすごく多いです。でこれは、フリーダムの腰の横の部分にですね、レール砲を装備してますので、その分でちょっとこの辺が、レール砲のパーツなんですけれども、それで、パーツの数が少し多くなってます。それで今こちらのパーツは、墨入れ塗料で墨入れまでやってる状態です。それで、一部ですね、こちらの、付属のシールを使って色分けをする部分がありますので、こちらをまずは貼っていきたいと思います。最近の HG はですね、結構細かい部分はこういった感じでこのシールで色分けっていうパターンが、多くはなってきてますね。で本当はですね、パーツで分かれてくれてると非常に助かるんですけれども、どうしてもですね、144分の1とか、あとは HG というカテゴリーでいくと、この辺のですね、パーツが分かれるっていうのはちょっと厳しいので、シールがついてるっていうのはすごくありがたいですよね。シールが貼り終えましたので、今度はこちらのトップコートの艶消しをかけていきたいと思います。こちらのパーツ、つや消しスプレーが乾きまして、あとウェザリングマスターでの着色もやってしまいましたので、組み立てに入っていきたいと思います。で、こちらの前の部分のパーツは、この真ん中をもう切ってしまって、左右別々に独立して動くようにやっていきたいと思います。腰の部分のパーツ、組み立て完了しました。サイドに、こんな感じでこうレール砲がついてますので、こうすごくボリューム感があるこうデザインですよね。このレール砲を畳んだ姿はなんだかこう鳥の羽のような感じでもあるので、デザイン的にもなかなかかっこいいですね。でこちらの前のパーツは、左右真ん中で切ってますので、こんな感じにこう左右独立して動く仕組みになってます。で切ってはいますけれども、これがこうポロッと落ちたりっていうことはないです。しっかり固定されてます。で後ろは、こんな感じですね。であとはこの部分に、ビームサーベルですね、こちらが、マウントされてます。そして、サイドのレール砲なんですけれども、こんな感じで折りたたんでますので、レール砲使用時はこの辺にまっすぐ変形してくれます。こんな感じですね。2つ伸ばすとこんな感じになりました。結構、目立つ武器ですよね。劇中でも結構頻繁にこう使用してた武器なので、なかなかねこうやって見るといいですよね。いろんなワンシーンというか、こうフリーダムがこう活躍してたシーンを結構思い出してきます。でこんな感じに無事に腰の部分完成しましたので、次回はですね、前回作った足の部分とか、あとは上半身の部分とかを全部合体させて、本体をですね一旦完成させてみたいと思います。